皆さんごきげんよう、バーチャル執事渡る清でございます。本日は超話題ゲームスターレイル、スターレイルですよね。これなんか始まんないんですけど、スターレイル始めていきたいと思います。今話題沸騰中のスターレイル、今始めれば遅くはないはずなんですが、ゲーム始まんないんで一旦落とします。はい、では早速やっていきましょう。まあ、どういうゲームかは若干調べてきたんですけど、ターン制のなんか RPG チックなものなんじゃないかって言われてますよね。言われてますというか、そういうお話ですよね。ここ音でっかいな。まあ、キャラクターが結構ビジュアル良かったのは覚えてますね。あとは崩壊ってついてますからね。ホヨバースさんから出ている崩壊シリーズは全てパラレルワールドという話ですから、原神でおなじみのあのキャラたちも出てくるんじゃないでしょうか。ちょっと音大きくすぎません？すごいんですけど、皆さんうるさくないですか？見ている方でうるさいと思った方がいましたら、遠慮なくコメントをお願いします。待機、あ、999かな。皆さんのコメントが今やっと私に届きました。皆さんごきげんよう。ごきげんようもありがとうございます。はい、ではいつも通り待機してくださっていた皆さんのお名前をお呼びしていきます。ダクさん、ルナルさん、相変わらずダネさん、ヌンタロウさん、タラさん、本日も待機してくださってありがとうございます。よいしょ、ではやっていきましょう。クリックして進む。銀河鉄道ではないですよね。ガチャ待機、これガチャまで結構かかるって聞いたんですけど。あ、ガンダムの香りがしますね。気合ああ、引いてはない。はいはいはい。かっこいいですね、敵も。あ、父キャラ。エアバイオリン。今、心の中で流れてるんですね、これ。ほうほうほう。私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。のんきにカノンを弾いている謎のお姉さん。ハンターハンターの虫バイオリン弾き並みにカオス。そんなシーンもありましたね。システム時間23分。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？カフカ。うん。システム時間23時シルエットでもわかりますからね。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウン。この人は原神にもう出てるんですかね。君がやったの？でもこの声優さんは奴らはシステムにおける覚えがないですね。宇宙ステーションに侵入した。
崩壊シリーズはパラレルワールドといっても声優さん同じ方採用されてるはずなので。私たちはレギオンと交戦するかしら。わからない、エリオは何も言ってない。レギオン重要なことではないみたい。了解。あ、じゃあここからの行動は私が引き継ぐ。最近あるあるの専門用語を先に使っていくスタイルのゲームですね、これは。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね、リサおば。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。お姉さんの声優がいました。でもリサお姉様の香りが。え？でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だって。だって。お。だって。始まります。エリオの脚本にないものはどうだっていいもの。エンカウント。あ、いいですね。いい切り出し。呼吸するその感覚。あ、このお姉さんを先に使っていく単体攻撃。はい。グラフィック綺麗ですね。敵のさん。タイミングが悪かったよね。このお姉さん結構硬いですよ。全然食らってません。より強力な戦闘スキルに切り替える。拡散。戦闘スキルを発動し、選択した敵を攻撃する。あ、かっこいい。あ、え？単性とは？ダッシュ。スタミナが？あ、ない。あ、で、HP は回復しないんですね。制御装置。半物質レギオンって、いつの間にこんなに弱くなったのかしら。こんなに自由に動けるのに、バトル単性なんですか？私が引き寄せられる兵力はこれだけ。なんかもったいない。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ？こんな奴らじゃ、列車の連中を食い止めるのは無理ね。なんかいません？安心して、終末獣も一匹来てるから。お尻見せてこっち、え？はぐれたボイドレンジャーを倒すのはただの準備運動である。あ、そうですか。もうちょっと近くに。あ、敵がキャラクターの攻撃範囲に入った。はあ、はあはあはあ。選択した敵を攻撃すると戦闘に入る。あ、あ、あ、びっくりした。急に始まりましたよ。呼吸するその感覚覚えておいて。 EP が満タンになると強力な必殺技が発動できる。はあ、これでもこっちの方が強いんじゃないですか。ほう、行きましょう。レッツゴー。あ、かっこいい。なんか魔法使いみたいなのもいますね。満タン必殺技を選べるようになった。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。スペース、お別れの時間よ。あー、ちょっと好きかもしれない。強っ。おー、強っ。かっこいい。いやでも刀と銃は欲張りすぎですね。うわ、それやっていいの？ラスボスだけですって。他人の後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。ああ、あなたがやったんですね。あなたは？もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの？銀狼。銀狼。座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。そうですか。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。現実のデータに関与できるんですか、あなた。化け物ですね。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。私のリスナーさんはあなたの胸見てますけど。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。あ、そうですか。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。へえ。それのどこが興味深いのよ。パイ。自分の点数が素直すぎる。
私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら。左の扉の奥の通路を男性って聞いてたんで、思ったよりも無機物感のあるような感じになるのかなと思ってたんですけど、性格はそこにあるの。全然そんなことなかったですね。それが性格がどこにある。ストーリー、パーティーに一時加入、銀狼。はいはい。何ですか。2はあ、あ、これは原神みたいな感じなんですね。なんかそこで拾えそうじゃなかったですか。ですよね。書物調べる。緊急避難と表示されているカウンターにいた受付の人はその指示に従って避難したのだろう。あ、もうすでに拾えたりするんですね。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあそこも壊せると。あ、いいですね。勇者なら許される。他人の家に入って勝手に物を破壊する。あ、これは壊せない。あれはアイテムボックス的なものですかね。普通の戦利品。なんか初めて見つけたのが普通の戦利品ってちょっと嫌ですね。仕方ないんでしょうけど。 G お、あっちとこっちとありますけど、まあ、素直に行けば左なんでしょうね。私は右へ行きます。素直じゃないので。もう終わってないことがある。そうですか。行けると見せかけての行けない。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギュラーのボイドレンジャーがたくさんいるはず。せい。はいはい。あ、これから2人で戦えると。キャラと敵は行動順に沿って上から下へ順次行動する。はい。つまり早い早い遅い。なるほど。で、単体でいいでしょう。一瞬。へえ、敵がリポップした。あー、妨害。なんですかそれ。あ、かっこいい、このこの拳。あー、この星を消費してなんかするんですね。ガツンと来るやつでいこう。あ、強い。EP が満タンになりました。はい。必殺技をアクティブした後、即座に発動することができる。アクティブした後。バトル体験を改善しないと。スペース。このスピードで？遅すぎる。おお。わかんないですけど、かっこいいです。これもなんか意味ありげですね。体力回復。なるほど、なるほど。止まって。前に何かいるわ。はい。お、魔法使い。と。さっき消し積みにされた。どうやら。デュエルディスクみたいなのつけてません？これ。待ち伏せされていたのは私たちみたい。デュエルスタンバイ。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。タイミングが悪かったよね。スキルポイントはパーティーで共有する戦闘資源。戦闘スキルに切り替え、切り替え、切り替え、SP を消費して戦闘スキルを発動する。はい。こんなすぐ餌にかかるなんてね。スキルポイントを使い果たした。戦闘スキルが発動できない。通常攻撃で、はいはいはい。スキルポイントを回復できる。痛くないわ。使いすぎには注意ですね。うん。これは何個で使えるんですか。あ、1個でしょ。使う、いや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 。素晴らしい時は。やがてお別れの時間よ。
なんかマキノさんみたいじゃないですか、パンナあたりが。誰もいないわ。髪型も近いですし、目にハイライトがないのも。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見ると、ポヨバースに怒られるって。そんなことは気にしていません。避難作業は彼女の代理。私は公式の配信者ではございませんので。聞いたことない名前ね。これは何でしょう。確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。あ、勝手に進む。あ、これは便利。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来。ベルト H パイ。私たちは。でもこんなようなキャラ原神結構多くないですか？性格を見つけるわけじゃない。ベルト多めの、まあ私が言えたことではないんですけど。信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。私もベルトまあまああるんで。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。タルタリアのことか。タルタリアの変身後みたいなのが雑魚でいっぱい出てきますよね。Z リストを見てるけど、手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。ちょっとしたテクニック。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。さっきまで、わかったわ。鬼滅の刃見てたんで、鬼物時無残にしか聞こえないんですよね。鬼物鬼物って言われて。あ、壊す。あ、ドン。あ、ドゥンドゥン。あ、ここだけですか。一個しかない。まあいいでしょう、はい。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。ちょっとバカにされてますよ、マキマさん。あら、カフカとマキマって。この端末メモリーがなくなって近くないですか。ここは監視室。 ABA みたいな感じでデータを削除して逃げたんだと思う。小物界の大物無惨様。小物界。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。で、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。何かの脚本に沿って今行動してる。まあ、脚本とは作戦のことでしょうかね。ノーモーションで。シンプルだけど効果はある。ほら、見つけた。見つけたんですね。ノーモーションでハッキングできるんですね。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。盗賊みたいな感じですかね。私たちのモットーでもあるでしょ。見る限りでは、展開早くないですか？そんなことないですかね。ここも行けるってことですかね。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。強気なお姉さんですね。嫌いじゃないですよ。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格は独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって展開は2点3点するもの。性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。
媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。え？この選択は多くの変化をもたらす。あれ？え？エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。え、主人公ですよね。え、皆さんどっち側で見たいですか？どうしたの？ぼっとして手放したくない？そうね、今までずっと性格を奪ってきたけど、送り出すのは初めてだから。ずっと奪ってきた。まあ無難に男キャラでいきますか。認証を完了するとベクターを変更することができません。まあいいんじゃないですか。彼に新しい名前をつける。では、そうね、You、違う、You、You、これでいきます。 Go、 長押し。これでいいわ。え、つまり私のお母さん。どれくらい記憶が残ってるの彼。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。私のお母さんということですかね。はい、まあまあ。カフカ。よかった、私を覚えているのね。ヨさんのこの赤髪の人好きそう。まあ今のところ印象はいいですよ。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰で、なぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。うんうん、私を知っている気がするけど、信用していいかわからない。間違いないですね。でもこれらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり、自分を疑ったりする必要はないわ。あれ、聞いて。ちょっと早くないですか。これから君は数えきれないほど危険な目にあって、恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには、君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来。あ、なるほど。なぜそんなことをしてるのかと思いましたけど。そうですよね。次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。へえ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。なんかボスで出てきそうな気がしますね。もういいでしょ。脚本によれば、請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ、銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから。聞いては何なんですかね。彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。はい、さよなら。選択の機会があるときに、自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。わかりました。ご飯はちゃんと食べるのよ。夜更かしはしすぎちゃダメ。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間。これだけは間違いないでしょ。人間かどうか怪しいですけどね。脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。炭鉱。
待って、起きたよ。危ない、危ない。男の姿で男にキスされるところでした。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？何も思い出せない。それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は？私はヨウと言います。俺はヨウ、よろしくな。よろしく頼む。俺はタンコ。こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。はい、今のところ出てきたところ出てきた単語を一つ一つが何の意味もわかりませんね。これはワクワクが止まりません。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで、うちらがこのピンチを解決するから。戦い方はもう大丈夫ですよ。お前たちは誰？うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ。よろしくね。請求列車。列車とミスヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。ミスヘルタ、もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。美月なのか。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイオーンの力を宿している。アイオーン、宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。翼さん、ごきげんよう。来てくださってありがとうございます。これ原神の歴史ちょっと調べてるとアイオーンっていう単語出てくるんですよね。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。何だったかな。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。アルコーンだったかな。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。アルコーンって大丈夫、あんたにはうちがついてるから。確か偽の神っていう意味合いがあって、アイオーンが真の神っていう意味があるので、属性の七姿勢はまあ一応神様のお使い的なそういう位置なんじゃないかっていう考察がありましたね。左オルトキーでマウスを呼びさせて、はい。キャラクター画面でキャラの詳細を確認する。キャラにはそれぞれの属性がある。要は物理キャラ。キャラクターにはそれぞれの運命がある。要は壊滅の運命を歩むキャラ。壊滅の運命を歩むんですか？歩まされるんですか？美月なのかを選択する。美月なのか。ゾンゴ。キャラにはそれぞれの属性、運命があり、詳細で確認することができる。詳細。ゾンゴ。高い保護能力を持ち、様々な方法で仲間を守る。壊滅。高い攻撃能力と生存能力を持ち、様々な戦闘環境に適応できる。一番強そうですね。順守。高い単体攻撃能力を持ち、敵の精鋭を倒す主力アタッカーとなる。ああ、なるほど。ここが、まあ、メインアタッカーですね。知恵。これだけ普通ですね。高い全体攻撃能力を持ち、複数体の敵を一網打尽にできる。ああ、これは周回用のキャラですね。はい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 。分かってきましたよ。壊滅持ってるのもしや主人公だけなんじゃないですか？公園水。まあ、これ装備品。聖痕。うん。なんだかわかりませんけど。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。バット振ってません。だから、どれも埃をかぶってるの。話を聞かない。わかんないよね。勝ち丸。信用ポイント。反物質レギオン、あいつら逃げてきたんだ。セイ。
さあ行きましょう。うちの出番。属性アイコンは敵の弱点属性を示し表している、はい、弱点の白のん弱点の下の白いゲージは敵の人生なんですかそれ。敵の弱点属性と同じ属性で攻撃すると敵の人生を削ることができる。はあ、今回の攻撃で敵の人生をゼロにできる。はい、いや、ほう、氷属性の攻撃で弱点撃破すると敵を凍結状態にすることができる。即戦即決といこう。これで、トン。いや、風のなんたらに似てるね。うちに出くわすなんてついてないね。風のなんたら、風神、風神、これは何ですか。あ、動かないでね。今祝福してあげるから。これは、あ、いいじゃないですか。行きましょう。 Go。 ヤンキーバット。お、守ったおかげで推しの子みたいな子じゃないの。逃がさない。どういうことですか、推しの子みたいな。うちの出番。反対攻撃。ああ、ほら、キュルンウィンクにやられちゃったわ。そんなのありましたっけ。ああ、ドン。あ、強い。この数字まだ可愛いですね。どうとか。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。失礼な。これだからお姉さん系にしか決め。 GG。 ほう、星玉制御。親父にも殴られたことないのに。ぶったな、二度もぶったな。失礼しました。なんか生えてますね。これもその後で真ん中のエレベーターから下に降りて物語に関与してくる独特のやつですけどね。道は知ってる。ちょっと弱々しいけど似ててくさ。そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど本当にここの人なの。まあいいよ、行こう。うちがよし、なんとかごまかしきれましたね。レッツゴー。粘素、何かに使えそうですね。ん、普通の戦利品。え、星玉とかもらえちゃうんですか。もしかしてこれジャンプできたりします。できませんね。こっち側に行けるのでは。あ、いけない。スタミナがないのいいですね。お、敵に近づくと弱点属性を確認できる。お、めちゃくちゃ優しいですねこれ。ね、ははは。あ、このピコンピコンしてるのが弱点。あ、見つけてしまってますね。ロックオン。メロンエナジー。守ります。ほい。で、こう。うちがいるんだから負けないよ。ああ、これですね、ウィンク。キュルン。始めるか。HP の外側に表示される。ああ、これですね。拡散。拡散形態。ボイドレンジャー、改ざん。改ざんされてますけど。あ、硬い。痛くも痒くもない。強がってますけど。キャラクターがダメージを受けたとき、バリアの耐久値を優先して消費する。逃がさない。なかなか優秀なスキルなんじゃないですか、これは。殴ったね。殴ったね。二度もぶった。痛くも痒
痒くもない。いや全然痛そうですけど。あちょっとでもここ、あ間違えた、操作が重すぎませんね。一旦ここ、お前の番だ。逃がさない。ん、あこれ必殺技使っていいのでは。たまには真面目に行こっか。スペース、うちのとっておきを食らえ。おうちに出くわすなんてついてないね。矢で攻撃するかと思いきやスターダスト、ルールは破るためにある。高い戦闘能力を持つ。へえ。両の必殺技は単体と拡散、2つの攻撃モードがある。はい、単体強っ。主人公強いですね。はっはっは。でも結構 HP 削られちゃいましたね。ここ落ちないですか。アンカーセーブポイント的な。ああ七天神像ですねこれ。信用ポイント、物を破壊して信用が得られる素晴らしい世界。しっかりと取っていく。よし、おそらくこの星玉がガチャ石ですよね。分かった。何がですか。壊した、成功した。ううん、エレベーター壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。壊しましたね。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。おう、なんでここにいるの。どうしてうちらより早いの。別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな。防衛課の責任者だから知っているだろう。うんうん。じゃあこのアーランという方がキーパーソンですね。お、星4炭鉱。キャラをパーティーに編成して様々なタイプの挑戦を迎える。はい、ここでこのイケメンが入る。風、氷、物理ですね。キャラを開く、レベルアップ。はいはい、抜かれたんですけどちょっと、私のさっきまでの戦闘は、あ、こっちじゃなかった。あ、お出迎えがいますね。こんにちは。ヒギ。これは？これ！へぇー。奇襲。我、奇襲に成功せり。はい。三月なのかのヒギは戦闘開始時ランダムの敵一体を凍結状態にできる。これめちゃくちゃ強くないですか。え、そんなのありなんですか。これを単体単体、あ、どっちも単体。ここは今だ、単体でいいでしょう。で、ロックオンとか特にないので単体。始めるか。拡散ゴー。うわかっこいい。あの皆さん、ウルトラマンの漫画見たことあります？ウルトラマンっていう漫画があるんですけど、それで出てくる、もともと敵だったウルトラマンにそっくりです。これうちってばなかなかやるじゃん。ほら、即戦即決といこう。うん、争いに意味はない。はっ、やっ、
これは3個はアタッカーなんですかね。防御単体攻撃で十分ですね。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。うわ遠距離便利。あでもこれ使える回数が決まってますね。これもしやもしやもしやここで回復できるんじゃないですか。全員回復できませんね。うん、なんでしょう、全然わかりませんが、この強い初動の凍結アーラン、あなたがアーラン。貴様たちは仲間なのか。貴様。そうだよ、うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。褐色ショタ、ミス・ヘルタが列車に依頼した異物を入手したため、結構最初から飛ばしますね。約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの。あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの野良ととさん、ご機嫌よう。来てくださってありがとうございます。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、遊んでおります。しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？なぜ美月なのかだけ起動できないんだよね。フルネームなんですかね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確か美月どこにしまったか忘れちゃった。おい、重要なものを忘れる、ドジッコアピール。あったあった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。動きましたね。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。あ、意外と優しい子。貴様らってどういうこと。アーランは一緒じゃないの。俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。わあ、その心配は必要ない。俺のことはいいから先に行けタイプですね。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから、反物質レギオンはうちらに任せて。気の使い方がおかしいでしょ。ありがとう。突っ込まれました。真面目に回答したんですけどね。おかしいな。覚醒レベルアップをするとキャラの能力を全面的に強化できる。うん、奇跡。なぜ私じゃない。奇跡濃度、奇跡を覚醒することでキャラの能力を強化できる。はい、氷属性ダメージ 3.2%。 あ、これ、あ、え、あ、あ、星座、これは、はい、風属性、私は攻撃力 4%。 なんか私だけ値がでかいですね。これは主人公最強説。さあ行きましょう。
せい。これ。なんで、あれ、これ。こう。あれ。よし。じゃ段差はちょっと良くなかったですね。今更後悔しても遅い。これなんて強いか。ポンポン。かっこいい。こっち。ほら。即戦即決と行こう。お前の番だ。あ、割れなかった。割れた。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ちょっと待ってください。これは経験値、はいはいはい、これ経験値本みたいなやつですね。これは略奪の本能。ああ、装備品もあると、はいはいはい。そして合成素材、三級合成素材、壊滅の力を有するであろう奇怪な物質。火のようで火にあらず、冷たくも熱くもない。だが12秒以上接触した他の物質を破壊する。反物質レギオンの出したゴミかもしれないけど確定はできない。へー、どれどれ、キラキラなものはないかな。ここで回復できるわけではない。3番はどうですか。ああ、共有。技術ポイント、秘技ポイント不足。権限を持たない。ん？あっち。せっかくですから、私自分、ああ、こんにちは。あっ。せっかくですからね、主人公キャラ使いましょうね。どけ。騒ぎを起こしたくはない。ほう。見せ時ですよ。弱点。はい、一撃粉砕。うちの出番。お次は、お、いや、凍結。始めるか。そして全体くらえ。ドスコイ。素晴らしい。いや、この敵もかっこいいな。ビジュアルがとてもいい。争いに意味はない。なぜ私ばかり狙われるんでしょう。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、これでいいです、これでいいです。即戦即決といこう。主人公にあのスキルポイントパスできれば OK です。あ、すごい。生きてる。かゆくもない。どけ。騒ぎを起こしたくはない。決めるのはタンコ。主人公の特権。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。年数、信用ポイント。信用ポイントってお金だったりします、もしかして。開封。ブリッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。はい、先にいますけどね、敵。探索がいいですね、これは。はあはあ。どうも。お、いいところで始まりました。85も入ってますよ。争いに意味はない。今の段階で85ってなかなかいいダメージじゃないですか。よし、まずは一体。こっち？いや、こうで、こう。うちがいるんだから負けないよ。始めるか。こうで、こう。くらえ。いた。逃がさない。どけ。騒ぎを起こしたくはない。こうで、あ、違う。こう。静止拒絶。一年の間。初めて見ますよ。さあ。同点元気。かっこいい。超無一角。ふっ。はっ。おお。お、かっこいい。かっこいいですね。なんか勝と勝利を足して2で割ったような感じですね。あ、ねえ、このキラキラしたのって
まさか公園水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。お、これ武器じゃないですか？いや、公園水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている、うんうん、カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、これら公園水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口から、そんな勝手に取っていいんですか？これ高いんじゃないんですか？典型選択、公園水。公園水とキャラの運命が一致すると強力な公園水スキルを有効化することができる。つまり一致しないこともあると。で、近づいたので回復しましたよと。見落としのないようにしなければ。このエリアもう二度と来なさそうですし、ちゃんと見ておきましょうね。ずっと走ってられるのいいですね、これ。スタミナがないんで。うんうん。お、見落とすところでした。いい感じだ。もうエレベーターに着いたの？あんまり敵に遭遇しなかったね。あ、声に出して行っちゃうとやばい気がしてきた。帰ろう。成長したということだな。今いい感じの宝箱を見逃してましたけど。あ、いけない。あれ、あれ欲しいですね。金色でしたよ。いや、進むしかないのか。くえ。仕方がない。守り方までイケメン。うまっ。ケンタウロスタイプ。下手に動くな。なんかアイドルグループみたいじゃないですか、この並び。センターに、センターがこう腕組みしてて、両サイドで決めポーズ取ってるっていう。硬っ。え、硬っ。最高度。バリア動かないでね。今祝福してあげるから。なんかアークにこんなキャラいなかったっけ。いますね。詳細画面。うん、敵からボイドレンジャー蹂躙レベル3。暗物質レギオンが戦争航路で戦士と孤獣の残片を鋳造して融合させた産物。数は比較的少ないが、戦士の知性と孤獣の強さと機動力を合わせ持ち、その稲なきは大量のボイドレンジャーを呼び寄せることができる、うん、量子属性。まだ私が持っていないキャラクターですね。キャラクター、行きましょう。 GO!あれ、痛くも痒くもない。あ、そうだ、私必殺技が使えたのに。殴った。逃がさない。たまには真面目に行こっか。行きましょう。うちのとっておきを食らえ。やかと思いきや、どけ。騒ぎを起こしたくはない。単純なウサギ打ち当て。くっそーって言いました。かゆくもない。うちの出番。反対攻撃にして、こうですね。スターダストエース。ルールは破るためにある。完全に不良の発言ですよこれ。こうで、こう。おー、かっこいい。十字山。
硬すぎますね。よし、ブレイク。巨術の投影。殴ったね。この人生ってずるいですね。逃がさない。うちに出くわすなんてついてないね。はい、通常攻撃。まずはここ即戦即決といこう。貯めましょう。争いに意味はない。で、貯めます。よし、いたー。え、強ー。生死虚実、一年のマナイ、同点元気。これターン無視できるんですね。出た、最高度。ほら、始めるか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ターン無視攻撃。人をインとすればまず馬を入れる。わあ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？おお、ドローン。行くぞ。なんかそんな弱かったでしたっけ？すごい。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。あれ、リサ先生。みつきちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。でも姫子、最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。崩壊サードにも姫子っているはずなんですよね。俺は先。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、やる気のあるちゃんと考えてから答えてね。リサですね、これは。それがうちの性格なの？今回は騒ぎを起こさなかったし、慣れればいいんだよ。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。呆れられてますね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。お試し、はあ、はっ。でっかー。はいはいはい。で、アスター、噂のアスター。当社レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。サイドアップテイル。アスター社長、戻ったよ。はあ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。こんな年派もいかないキャラが。それに彼の所長なんですか。あなたたちが助け、災害発生時ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、アフロ侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから、実験失敗した後みたいですね。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。うん、私たちがスタッフと話してみるわ。
こんな時。何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女がそれはとても助かるわ。うんうん。蹂躙でキャラまたは応援水を獲得できる。え？あ、蹂躙じゃなかった、跳躍。跳躍？一回。ガチャだー。かわいい。アスター、噂のアスター。姫子星をブローニャ、ジェパード。これは公園水。キャラクターゼーレ。これ工場ですね。でこっちがイベント。はいはいはい、見えてきましたよ。ナターシャ、ペラ、ペラ名前がふ、ん？フック。なんかちっこい子が多いですね。ん？で？ゼーレ、ゼーレ、原神。はあはあ、最初のイベントキャラが原神ってついてるって、なんかいいですね。これは何ですか？ 8 階。あー、お金払うやつ。あー、なるほど。お金払うやつですね、おそらく。きっと。で？どこでどうしたら知恵、調和、調和。あ、え、あ、下にあったんですね。知恵までしかないと思ってました。虚無、敵にデバフを付与して敵の戦闘力をダウンさせ優位に立つことができる。調和なんて言いました？あ、いた。味方にバフを付与してパーティーの戦闘力を高める。はははは。結構あれですね、スタッフのケアはお願いね。この時点で結構出来上がってますね。もし俺がも大丈夫だ。このくらいの痛みなんてなんともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。かっこいいじゃないですか。今言ったことはアスター所長には言うな。この騒動が早く。矢尻、琥珀、読めない。塩水、高塩水強化。そして石1個。はい、一回引くのにどのぐらいなんですかね。おー、なんか、スターレイル。これは？信用ポイント。はい。これは？お！え？セーバル、サーバルみたいな。チケット20ですよ、これ。ん？ビザ。はっ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 は。アチーブメント。まあ、もらえるものはもらっておきましょう。この石が何個で1回分になるのかは全然わかりませんけど。チュートリアル。ああ、見れば見るほど石がもらえるやつですね、これは。大体は分かってきたので、漁師、雷、雷？あ、穴、虚数。バフデバフ、戦利品。よし、これがっつり見ました。キャラクター、ニュー。持ってます、もしや。ほー、壊滅。うん、うん、ないですね。はい。
公式コミュニティ、ああこの辺はいいです。よし、22個、よし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 。そしてこれを交換するには、あれ20、これお金払うやつじゃない、もしや。まあちょっとまだ引くのやめましょうか。50まで引けるそうなので、きっとこの感じだとくれるんじゃないですか、もしや。もう行くぞ、逃げるんだ、私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても明日からは逃げられない。見たまえ、バリア識別端末は142,856回の攻撃を記録している。次の数字は142,857回だ。私は信じている、この絶望的な美しい走馬灯。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今元気を出さなく。はい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 、さよなら。ああ、あ、こっちに、ピコピコピコ、方法マシーン。さすがにこの施設内で壊せるところはないですかね。あなたは？バーを下げて、アルフレッド。ありがとう、若い人。私たち先に、私たち内容が多かった。準備はできた。え、あ、聞いてなかった。え、順序が違う。バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。右下、準備はできた、はい、上、右下、はい、完璧よ、助かったわ。若いエイブラハムと彼、宇宙ステーション。エイブラハム、さまざまなイベントに参加すると報酬を獲得できる。はいはい、これがイベント。受け取る。あー、ありがたいですね。ガチャチケット。これは無期限、開拓レベルが上がっていくとくれると。あーはーはー、なるほど。しかもこれちょうどあれじゃないですか、何ですか、1,2,3,4,60、エルタもらえる、ナターシャもらえる、朝食の儀式館もらえる。これもらえるというやつですよね。そして、あ、石もらえる。使ってみますか。ゼーレ、強力な単体アタッカー。敵を倒すと追加ターンを1獲得する。強ー。しつこい。壮絶な強さ。あ、どっちも単体攻撃ですか。で、一旦この。倒せなかった。うちってば、なかなかやるじゃん。まあ、単体でいいでしょう。ゼーレに回しましょう。いたー、470。あ、死ぬ。あ、死んだ。追加ターン。トントントン。黒星みたいですね。うちってば、なかなかやるじゃん。トン。私が怖いの？さあ。あの世に送ってやる。お、必殺技まで見れる。あ、これは終わってから。次、楽にしてあげる。乱れ蝶。蝶と共に散れ。スタールインファントム。やっぱり黒星ですね。かっこいい。あ、まだ。あ、一撃で。あの世に送ってやる。
一撃でいた。うちに出くわすなんてついてないね。無限に俺のターンじゃないんですね。ほら、さすがにいた。しつこい。一ターンもらえるのは1回だけと。さすがにそこまで壊れてない、ね、楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。あーかっこいい。かっこよくて強い。報酬いただきます。他のキャラではもらえないが、おそらく今私何もアイテムを持ってないので、これはやっとくべきでしょう。ペラ、いた。支援開始いたします。敵のバフを1個解除する。はい、敵のバフ、あ、バフ。おや、風が弱点。いきましょう。この機会を逃すな。物理が弱点。こんなダメージになるんですね、将来的には。敵ターゲットを確認。捕獲マーク起動。ここからは愉快な反撃の時間です。これ星4にもカットインがあって、必殺のこちら側が優勢です。動きがあるのいいですね。え、誰にバフついてます？なんかこれで見れるんでしたっけ。防御力マイナス 37%。 ん？ついてなくないですか、バフ。すごい押されてますけど。これは？あ、氷タイプ。牽制します。争いに意味はない。さあ、生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。いや、かっこいいな。しかも会心があるんですね。かっこいいですよね。今さら後悔しても遅い。難しい。ルールは破るためにある。こうやっていろんなキャラの必殺技を見ると、主人公ちょっとしょぼいですね。バゴーン。あー、爽快。ま、この続きは後でやりますか。で、読めない。いやー、漁師タイプ、駆け出し、開拓レベル21に達した後、忘却の庭記憶3をクリアすると、キャラクター何を獲得できる。ちょっと読めませんね、あれは。忘却の庭って DVD に出てきそうやね。あー、なんかでも庭系の名前ありましたよね。あなたたちは行きなさい。ここは私が。でも行きましょう。なんか胸だけ映したの意味あるんですかね。うわ、死ぬ人のセリフだ。これ死にますって。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、絶滅大君、ここは安全だわ。でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかない
でしょ。終末獣は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。レギオンにはアイウォーンナヌークの祝福がある。まあ好きは好きですけど、それだからこそこういうキャラに限って使いづらいんですよね。私たちは必ずここを離れなければならない。なるほど。彼は突破口なのよ。ここはメンテナンス課のスタッフが。幼児ちゃん、幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？幼児ちゃん。俺たちの行動はおじちゃんですよ。請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、幼児ちゃんですよ。ベルトさんも嫌でも気。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だ、ね、ここにいますよ、幼児ちゃん。今なら終末獣さえなんとかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。かっこいいですね。まずはここを離れましょう。あ、無視されました。その後でちゃんと説明してあげるわ。そっか、10代からすれば25歳っておじちゃんですよ。25も。あ、これがもしやひぎやつ。ターゲットを取って、燃やし尽くせ。なぜ。先制取れなかったんですけど、あ、ボコボコにされてます。星5キャラが。姫子は戦闘中に追加攻撃を行える。じゃ、味方が弱点撃破をするごとに姫子がチャージを獲得する。うん、まあ、つまり弱点を狙いなさいと。はい、弱点撃破。ん？とりあえず姫子を死にかけなんで。動かないでね。今祝福してあげるから。よし、ではこうです。いやだー、これが現実です。拡散攻撃だ。あー、かっこいいですけど弱。逃がさない。あ、これが追加攻撃の姫子バージョンがあると。殴った。姫子殴られすぎじゃないですか。何したんですか。意味はない。親でも殺しましたか。チャージが3に達すると追加攻撃発生。逃がさないわ。あ、思ってたよりちゃんと追加攻撃ですねこれで。通常の攻撃。はい、どちらにしようかな。はい、お前の番だ。さあ、全部あんたのために用意したのよ。もちろん誰でも構わないわ。まだ分かってないのね。スペース。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。必殺技の規模が。私もね。なんかあなただけ必殺技の規模が。これ何なんですか、ね。燃やし尽くせ。ウィーン。これ何ですか。え、HP 回復するってことですかこれ。違いそう。妨害。さて、こっちの方が優秀ですね。相手凍結にできるんで。出口はあっちだけど。あっちだけど、どうやって行けばいいの？え、普通に行ったらいいんじゃないですか？こう。これ。うんうん。素晴らしい導入。ああ。
破るためにある。ああ間違えた。はい。弱点撃破。このストックが溜まればいいんですよね。はい、行きましょう。よし。逃がさないわ。入ると。打てばなかなかやるじゃん。非常に強い。間違えたー。始めるか。戦闘は成功なデザインなの。やっ。おお。スムーズですね。今回は足を引っ張ってないでしょ。さてと。こういう感じなんですね。自分の足で歩いていろいろ探索してバトルは単成と。アチーブメント、じゃあまあ最後にガチャ引いて終わりますか。そろそろいい時間ですからね。そのうち移動バイクとか欲しいね。そんなものあるんですかね。まああればいいですけど。ガチャ引きます。ひとまずいや、いいですね。これ倒してからにしましょうか。これ逃がさないわ。いきなり。今さら後悔しても遅い。ほら、即戦即決といこう。即戦即決といこう。くらえ。なんとスムーズな勝利。素晴らしい。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。じゃあガチャ引きます。20連分ですかね。これはどう使うんでしょうか。王室の無価を聖玉に交換して引き続き購入できます。はい全然わかんないですけど。じゃあ、星5のキャラクター姫子、ベルト、ブローニャ、ジェーパード、クラーラ。わからない。白露。白露。白露。はんはんはん。いいでしょう。こっちはまた別ですもんね。いきましょう。まだこのゲームのガチャの演出わかんないですからね。ここ紫だと星4ですよね。リンケイ、リゲン、リゲン、テンケイ、琥珀、仏像、楽会、学会。虚無。新キャラ引けたんでいいんじゃないでしょうか。ではもう一回。え、びっくりした。さすがにそううまくいかないですね。アーカイブ。あ、イケメン。沈黙のみ。新天地。読めない。走行。
アーラン、あれ、あなたそういう感じなんですか。イケメンだ。アーラン、リンゲイ、これ強いんじゃないですか、もしや。で、8で引けると。ちょっと見ていきましょうか。とりあえず、あ、主人公星5扱いなんですね。これ、ありますよね、どっかに。あ、これ。装備。これ強いんじゃないですか？装備キャラの攻撃力 16%。フィールド上の敵の数が2体以下の場合、装備キャラの回心率 12%。お、強っ。凸がある。凸がある。まあまあ。混ぜていく感じで。あ、それはまずいですね。あとは？ちょっとどのキャラが強いのかわかんないですからね。まあでも今のところこの7日の何ですか、防御はかなり役に立ってるので、まあ琥珀か新天地、キャラの弱点撃破した時 HP を最大 12% 回復する。ああ、それはちょっと。装備キャラの防御力 16%。装備キャラの残り HP が 50% 未満の場合、さらに 16%。あ、これにしましょう。攻撃力ないんで、これつけてたら生存に触れますね。これ、これ突できるんじゃないですか？突。これ、あ？違う。さっき、同じようなの手に入れてましたよね。あれ？で、キャラクターがこれ。で、新キャラが、ペラ。と、アスターは、ま、もらったキャラですね。セーバルももらったキャラですね。はい。アーランが引いたキャラ。そうですね。アーランとペラが引いたキャラ。で、アスターとセーバル。雷ですね。雷キャラいないんで、今は重宝するんじゃないですか。で、火キャラもアスターが最初ですね。ただ、今のところ、物理っていうのが主人公唯一無二なんですよね。これめちゃくちゃ強いかもしれないですね。わかんないですけど。では、本日はこんなところで終わっておきましょうか。何かこのマルチイベント的なのがあるのかわからないですが、あったら皆さんと一緒にやれたらいいですね。はい、というわけで本日はここらで終了したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。心優しい皆さんに最後のお願い、高評価とチャンネル登録を何卒お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ご唱和ください。ごきげんよう。バイバイ。